皆さんこんにちはレック専任講師の滝と申します、えー、今日11月11日は第48回社会保険農務試験の合格発表がありました、えー、合格率はですね皆さんまあご承知の通り4.4%ということであのー、昨年ほどではないんですけどねそれでもまあ今年もかなりですねこの数値だけ見ますとね、えー、厳しい結果が出たということが言えます でこれからですね少し時間をお借りいたしまして今年のまあ本試験のこの合格発表を踏まえた結果の分析とですねそれを踏まえてね来年まあ受験される方ねどういう方向性で、ね、立ち向かったらいいのかというようなことをですねお話しさせていただきます。よろししくお願いいまますすすはいま、ず最初にででねねこちらです、ね 今年の本試験の基礎データということでね、えー、今日公表されたデータをですね、えー、確認してまい、えー、ります、えー、受験申込者数まあこれは事前にね概数が公表されてましたんで、えー、まあ特にね驚いかれた方はないと思いますけれども、えー、昨年に比べますとね、えー、ほんのわずか減ったということになりますただあれなんですね昨年はですね合格者が非常に少なかったということから見ますとね新規参入した方はですね 実際はねねもう少し減ったと言いますか、ね、これね昨年に比べてそんなにね数値的に思ったほどは確かに減ってないんですけれども、ね、結局ですね例年ですとね受かるべき人がですね昨年受からなかった人がかなりいましたんでねその人たちはまあ大部分は今年再チャレンジしてると思うんですね。そういうことから考えると、まあ、ちょっと新規参入者はね,、まあ、ね少しやはり減っているというのはね否めないと思うんですね。 それで受験者数久々にですね4万人割り込みましたね、えー、39,972人ということで前年に比べますとマイナス1.8%となっておりますまあ受験率はねまあこれはあんまり気にする必要ないんですけどまああのたまたまなんですけどね前年よりも0.5ポイントですね、えー、下がっております、えー、次にまあ一番ね注目すべき合格者の数でありますけれども。 えー、今日もね、えーまあ、朝電車の中でですね官報ね、えー、順番からいきますと、まあ、官報に、ね、番号が先にね、えー、9時半の、ねえー、行動書の発表にも先に出ますんでね、えー、それを見たところ3ページなんですね、えー、なんか34ページからね37ページがね、えー、今年の車道試験の合格者の、ね、ページなんですよ。で去年まあ2ページなんで、ね、去年よりはまあ増えたけれどもね、えー、どう見てもこれは2,000人はいってないなと。 言うんでね、え結構厳しいなと思いました。案の定ですね、1774人、それでも無論ね、前年に比べますと719人増えております。合格率がですね、4.4%、まあできればね5%ぐらいはね言って欲しかったんですけれども、4.4ということでね、やっぱり印象的にね、4%台と5%台ではね、ちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。4.4% それでもね昨年が昨年でしたから前年に比べますとププラスね1.6ポイント、ね、アップしたとということであります次に合格者の年齢階層ですけれども、まあ、他の国家試験資格試験に比べるとね割にまあ高齢の方がですね頑張っているというのがねありましてあの細かいことを言えばね去年と比較と若干ですけどまだね高齢化がですね ほんののわずかですけどねあの顕著な進み具合じゃなかったんですけれども、えー、若干ですね高齢化がね、えー、去年に比べるとまたさらに進んだというのがね、えー、この結果でありまして、えー、まあ他の国家試験で考えないですよね60歳代以上、えー、合格者の中ね方の中に占めます60代以上でなんと最高齢の方がですねこれもすごい数字ですよね最高齢者は79歳ね。 えー、すごく本当にね高齢の方でも頑張ってはいると、ねえー、そういう、ね、一般的にね、えーまあ、私なんかもそだんだん、ね、年取ってきますと、えー、記憶力が衰えるんですねにもかかわらずねこれだけ多くの方がですね高齢者が受かっているというのはね、えー、これはもう本当に、えー、慶福に値すするねね、えー、じゃないいかと思います、ねえー、次にまああの合格者の性別これは大体最近ねほぼ固定していましてね、えー、大体まあおおよそ男性2に対して女性1と。 いうのがね、えー、今年ももうほぼね、えー、例年並みのですね、えー、性別の比率となっておりますはい、えー、じゃあ次ですね、えー、今年の、えー、合格基準で、えー、合格基準に関しましてはね、えー、もうご存知の方もおられるかもわかりませんけれども今年からですねあれなんですね試験センターのホームページではね、えー、この数字しか出てないんですよこの結果しか出てないのねところがですね厚生労働省の ホーームペジね厚生労働省のホームページではねあとでちょっとね簡単にお話しますけれども参考資料ということでねこのの合格基準考え方等がねね出てるんですよそれでまず最初にねまず今年の結果ね端的に確認しますと選択式まあ総得点23点ということでねこれはですね何で23点になったかというと。 えー、全体の平均点がですね、えー、今年があ選択式はですね20.5点なんね、ね20.5点40点満点の20.5点だったもねで去年が18.6点なので、えー、プラス1.9点ということになりますんでね、えーまあ、2点去年よりも積み上げたと21プラス2で23になったということなんですね。 次にまあ毎年金なの、ね、いわゆるね補正があったかどうかとまあ俗に言う救済ですけどね、まあ、あの言葉はよくないんでねこの講義の中では「補正補正」とね言うようにいたしますけれども補正に関してはですねまあ労働一般常識健康保険法ですねこの2科目で2点以上はね OK だという形でですねちょっとあの雇用保険とかですねあとまあちょっとギリギリだったのがねあの厚生年金あたりなんですけどねこの2科目は結構 ねえー、い,い,といいとこまでといいますかね、えー、その補正ラインギリギリまで行ってたんですけど結果的にね、えー、数値が、えー、一定の割合3枚ですけどね、えー、達せずにですね、えー、まあ補正の対象から外れたということであります。というんでまあ選択式はねまあほぼ想定の範囲内だと思いますよねちょっとと雇用保険とかね。 えー、厚生年金でですねひょっとしたらね、えー、2点以上でいけるんじゃないかなと思ってた人はね、えー、非常に残念な結果だったと思うんですけれども、まあ、確実とはね言えませんでしたのでね、まあ、選択式に関してはほぼね、えーまあ、皆さん想定の範囲内のねこれは結果が出たんじゃないかと思います。問題は卓越式ですよねこれは思ったよりもやっぱりちょっと出来が悪かったとしか言いようがないですよね。 え総得点は42点以上、えー、もう6割ラインでね今年はクリアできてんですよ。でまあ、そこはともかく驚いたなねなんと卓一式で3科目も補正があった珍しいことですよね。3科目も3点以上というね、えー、補正があったと。でこのうちですねこの国民年金法はねいろいろまあね データを見ましてもねレックの内部的なデータを見ても比較的出来が悪いので、えー、まあ可能性としてはねあるなと、ね、国民年金の3点はね確実じゃないんだけれどもおまあ一定の可能性はあるなと思っておりましたけれども厚生年金とねさらに一般常識に至ってはですね全くね えー、想定外と言いますかねあの一般常識なんか今年3点以上で補正されるならば、ね、過去にももっとですね補正されててもいいような推しがあったんじゃないかというようなね、えー、まあ、あのー、感想をですね、えー、いただきましたよね、えー。ただもう客観的にはね、えー、この2科目もですね非常に、まあ、あ出来が悪かったということでですね、えー、結果的にはまあ補正されたということになります。だからまあ変な話卓一式に関してはね あの受かってると思ってて択一式で点が足りなくて落ちたっていう人はまあほとんどね、えー、いらっしゃらないんじゃないかと、えー、思いますけどね。はいえー、じゃあ、ねえー、先ほど申しましたように今年ですね,、えーまあねえー、合格基準に関する情報が厚生労働省がですね何か開示請求があったからね出したんじゃなくて厚生労働省が自らですね、えー、合格発表の日に ホームページでですね以下の情報につきままししてて公表をいたしておりますぜひ皆さんですねご自宅でですねパソコン等でですねここはね確認していただきたいところなんですけれども大きくですね資料が3点ほどですね添付されておりまして一つ目がですね「社会保険労務試験の合格基準の考え方について」というタイトルのねものになっておりまして。 えー、ここはですねまず、えー、合格基準点とありますがこれはまあいわば原則なんです、ねねえー、これま、ね、あね、のー、知らない人の方が多いと思うんですけどね今のね、えー、この卓一式に加えて、まあ、選択式というですね、えー、昔は記述式でしたんでね、えー、形に変わったと、まあ、平成12年度からね、えー、今の試験制度に、ね、基本的になったということなんでしょうけれども、えー、この年からですね まあ合格基準というものがですね、えー、まあ一応ね、えー、定められているということになっているようなんですね。えー、それで、えー、この合格基準になるものはね、えー、今の実態とかなりねかけ離れているようなあの基準ではあるんですけれども総得点に関してはね選択式も択一式もですねあの7割ラインというものをねあの想定しているんですよ。ですから選択式はね2 8八点 卓一式は49点ねこれが原則的な、ね、総得点の基準点なのね。で各科目は皆さんもご承知のように選択式は5点中3点以上卓一式は10点中4点以上これがこのね合格基準点原則の考え方なんですよね。でそれを実際はね年度ごとに補正していくまあ基本的なイメージとしては前年とのね 比較ですよね前年度の平均点でこれはあの全体のね受験者全体の平均点で見るんだけどねでそれによって補正していくということでねでそれぞれ総得点の補正の考え方科目最低点の補正の考え方というものがですねそこを言いますと書いてあります。それでですね私が1個注目しましたのはこのうちですねやはり一万枚年気になるね 選択肢の特定科目で、ね、補正があるかかどうかこれがねこの社労試験の大きな、まあね、特色で他の試験にはねちょっとないような、まあ、あの簡単なとこがあるんですけれどもここがですねここがね結構ねあのい,い,こといいことっていうかね参考になることが書いてあるんですね。各科目の合格基準点もちろん選択式3点卓式4点ですよ。 以上の合格者の占める割合が5割に満たない場合は合格基準点を引下げ補正するというんでね、まあ、5割ライン5割ラインっていうね、えー、言ってますけれども、ね、でこの5割ラインはそうなんですけどね問題はそのあたんですよ。原則ね、えー、5割ね、えー、半数以上の方がですね合格ライに達してないというような場合にはね、えー、これは 基準点を、ねえー、下げるるというは言っていんですよただしここが、ね、山であってね次の場合試験水準の維持を考慮し原則として引き下げを行わないこととするでこれね原則としてというのが私はですねミソだと思うんですね。でそれでまあ2つあるんだけどね、まあ、2つ目っていうのはね、まあ、ちょっと極端な例なんで省略させていただきまして1つ目お話ししますとね ここはねね、えー、大きなな問題なんです、ね、引き下げ補正した、えー、合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合ですから、まあ、今年を例にとりますとね、えー、結局ですねあの労働一般とかね、えー、健康保険はですね1点以下の人がですね、まあ、これ相当いたということでね、えー、3割をいずれもね、えー、超えてるんですよね。 こういうい点ですねこれはまあこの下のね得点状況表っていうのありますんでねこれは皆さんぜひねアウトプットしてですね後でねご覧になっていただきたいんですけれどもね一般常識選択式のですねまあ労働一般常識の場合は1点以下でね37%なんだよね。でやっぱり一番ひどかったのがこのね1点以下ラインで見るとね健康保険法なのね。 四十八点ね、四パーセント、四十八点ね、四パーセントと、いうようなね、ところになりますんでね。ですから、結論的にはね、この二科目は、いわゆる救済のね、この原則通りで、救済の対象になるんですね。で、それに対して。 一番惜しかったのが厚生年金でね厚生年金は1点以下の割合がですね29.7%ほんのわずかだったんですねもうちょっとでね2点補正,補正されたんですね。で雇用保険もね28.3%ですからね、えー、これも結構なんて言いますかいい線まではねあの言ってたとこういうことなんですよね。ただこれはね原則としてと言ってるんですよだから おそらくもう昨年以降はねこの原則同意りでね粛々とやってるということだと思うんですけれども昔はねここを原則としてだからねちょっと合格率が低くなりすぎるねという形でですね、えー、まあ補正するってことが制度上でできたんですね今もまあ制度上はできるんですけれども原則としてなんでね、えー、ただまあやっぱりですねあと、えー、でお話し,しますように基本的にあまり合格率をですね緩めたくないというねやっぱり ある意味ね圧力かも分かりませんけどねえそういったのがあるのでやはりもう原則同意でね、えー、やると、ねえー、多少ね合格率下がるかわかんないけどそれはもうしょうがないよというね、えー、まあイメージじゃないかなというふうにね、えー、思いますね。はい、であとまあ,あその2つ目でね今年の合格基準をね、えーまあ、この原則的にこの,、ね、この考え方あるんですがこれを 今年の合格基準に当てはめたらこうなりましたというのがね、えー、この2つ目のね、えー、ところですね考え方48回試験の考え方についてというところに書いてありますあとまあちょっとマイナーな話細かい話ですけれども試験科目のね、免除を受けてる人いいじゃないですかその人はねどういうふうに決めてんだかということもね、えー、ここでちゃんとですね、えー、基準が公開されておりますあとこの3つ目がですね、えー、先ほどちょっとお話ししましたようにもう一覧表の形でですね 全受験者のね0点だった人がねどれぐらいいるか1点だった人がどれぐらいかというようなね数値がありましてですねでこれをまあ実際見てみるとね驚きですよね。まあ選択式のね健康保険なんと0点の人が1万201人全体に占める割合26.2%ですよね。 という形でまあ車動試験というのはねほとんど、ね、対策らしい対策をせずに受けてる人は相当数るだから、ね、見かけの合格率に皆さんはね惑、えー、されてはいけないということなんだよねだから見かけの合格率よりは、ねえー、簡単というかねそれほどはね4.4%と言われるほどはまあ難しくないということだと思うんですね。はい、じゃあ次に参りまして えまあ今後のですね、えー、まあ試験がどうなるかのね、えー、見通しであります。えー、まずね、えー、一番最初にまあこれはね、えー、ちゃんとね、えー、確認していかないとまずいことなんでね。試験科目はですね、えー、まあ社会保険労務司法という法律に書いてあるんですよ。ですから試験科目にね民法とか民訴訟法を加えようっていう話は、えー、もう10年ぐらい前からですかねあるんですよね。あるんですよそういう話が。でもこれは社会保険労務司法を 改正しないえりそれで社道司法改正のね、えー、動向は今どうなってるかというとね、えー、まあ前回の改正からね間もまだあ間もないということでね、えー、最近の、まあ、政治連盟のね解、えー、放なんかを見ますとですねまだね,、えー、ね最近の改正で例えば、ね、あの裁判所における、ねえー、補佐人としての出廷陳述権なんていうね 権限が新たに認められたんだけどほとんどですね実態としてはねまだ行使されてないのが実態だと思うんですよねですからそんな段階でね何かですねその次のねもっとね労働審判の代理権だとかねはたまたですねまあ司法書士みたいにね簡易裁判所代理権が欲しいとかですね言ってる人おられますけれどもまず現状ね最近の法改正でね獲得できた権限もねまだろくにですね 使ってない段階で次のことをねうんぬんすかんぬんすっていうのはね、えー、ちょっとおかしいんじゃないかというようなことをですね政治連盟の会長の、ね、堀田先生がそういうようなとんのことを書いてんですよですから当面ねね、えー、今年あるいは来年にね、えー、法改正に向けて具体的に何かねうんぬん動き合うということは考えられないんですよ、うん、ということなのでまずね試験科目の追加というのはあ皆さんがですね、えー、普通に頑張っていればね そこまでに皆さん合格できるとね、そんなことをね今から心配する必要はないということなんです。ただ逆にね、この法改正を伴うねダイナミックなおそらく制度改正はね当面ないと思われますんで、逆に現行の試験制度のね枠内での改革はですね、まあがね数年前から僕は少しずつねこれは進んできているというふうに読んでますけれども、今後ますますねそこは継続していくと。 いうことなんですね例えばまあ、ね、今年もそうですよね事例問題とかねあと結構実務手っぽい問題とかですね、まあ、この2つは、ね、重なることありますけどねあとやっぱり改正法だとかね統計などの最新情報をね素材とする問題、まあ、次の判例なんかもね最近新しい判例がねどんどん出るようになりましたからね次にこうねやはりですね法改正はねできない試験科目はね変えられないんだけど今の法律の中でね判例などの問題をね え少しそういう法律的な素養があれば、えー、まあ解きやすいし逆にそうじゃない人にとってはね、えー、結構難しいなと思うような問題といいますかね、まあ、そういうような傾向の問題が最近ね、えー、じわじわと増えてきてるとでこの傾向は今後もね、えー、基本的にはそしてですねやはり制度が変更しますとねはっきり言ってあ,のある意味では受けにくい試験になると思うんですよね。 だから結果的には、ね、合格率は、ね、今の、ね、4%とか、ね、それよりは僕は上がると見てますね制度が変更されればねでも今の制度のままではねやはり将来のさ、ね、らなる法改正に向けてあるいは今の,、ね、その改正された事項がちゃんとできるのか社労士にいわゆる能力担保が、ね、なされているのかという点がです、ね、厳しくです、ね、例えば弁護士会等からですね今問われているわけなんですよね。 したがってそのようなね現状におきましてはですねこれ昨年も申しましたけれども合格率がねやはりねこういう厳しいですねえあの参議院厚生労働委員会の付帯決議等を見ましてもね非常にやっぱりその辺のところ厳しくね世間の目は見ているということでありますので試験制度が変えられないとするならば合格率のところでね先ほどの,あの原則としてというのをねもうこれは厳格に適用するとね簡単に例外でね ちょっと合格率がっていうんでね、えー、そういうようなことはもうこれはあしないということだと思うんですよね。したがって結論的にはね、えー、どうなるか分かりませんけれども合格率の、ねえー、もちろんね4%台5%台になるとかねそういうことは十分に考えられますけれども、えー、昔のようにね9%にいっちゃうとかねそういうようなことはまあ期待は薄、ねえー。可能性としてはまあないとは申しませんけどね、えー、あまりそこはね 楽観視しない方がいいというのがですね、えー、まあ今回のね、えー、結果を見てもですね改めて、えーねえー、そういうふういいふに思います、はいえー、じゃあ次にねそうしまあなんとかね2点の方はね、えー、選択式賊入救,救済、えー、補正でね、えー、救われたからまあ良かったんでしょうけれども結構ですね1点ね他はほぼ完璧にできてたにもかかわらずね 労働一般の選択式で一点という人がですねかなりねあの実力者と呼ばれているような、ねえー、方であってもですね少なからず、えー、今年もですねまあ去年もいたんですけどね、えー、今年もおいらっしゃいましたと、えー、いうことでねやっぱり、ね、かなり勉強がそこそこね、えー、できるタイプの方であっても労一の特にあの選択式だけはね怖くて怖くてしょうがないっていう方がですねかなり いらっしゃるんですよね。で、まあその方に送るメッセージをね、これからお話しさせていただきます。まずですね、やっぱり基本的に発想の転換が必要だと思うんですよ。同一のようなものはね、あれはなんか暗記ものであってね、しかもね、えー、まあね、たくさん覚えたとしてもね、実際でうのはほんのわずかだから効率が悪いと言うんでね、直前にまあちょこちょことね。 えー、まあ口座かなんかがね直前に結構あったりするんで、えー、それを使ってね、えー、ちょこちょこやろうという人が多いんですよ。だからもうそこはですねやめてくださいもちろんねあの1年目の方でねなかなかそこまでね、えー、そんな白書だとかその辺までね、えー、なかなか手が回らないって方はね直前期にねその辺をねある程度押し込むというのはね僕はやむを得ないと思いますけれども2年目3年目、えー、特にもう他はね、えー、できててこれだけでねあの毎年失敗しているような方はですねもう発想を転換して これはもう早い時期からねきちんきちんとですね、えー、地道に積み重ねていく早期からの反復学習なんですよ、えー、具体的にはね、えー、まあ白書だとか労働統計のようにね従来ですと一番最後にね、えー、積み残していたようなところもね、えー、もう早いうちからですね、えー、タイムに情報を知れて、えー、勉強していくということなんですよそれでね、えー、特に私がいつもね、えー、強調しているのは この老一の知識こそですね合格後もね特にまあ労務管理とかねその辺の仕事をしたいという方であれば本当にこれが役立つんですよ。はっきり言って老基法の知識よりも実務においてはですね労働一般常識の、ね、知識の方が今のね世の中の中流れからいくと役立ちますよね例えば今ね安倍内閣がですね一億総活躍社会ということで。 その中のね大きな、ね、柱といたしまして働き方改革ということをですね言っておりますで働き方改革三本ね新しいまあ三本の矢ということで三つほどね大きなポイントがあるんですけれどもそのうちのですね二つは同一関連なんですね一つ目がですねまさにこれ同一ですよ同一労働同一賃金などね非正規雇用の対応ね待遇改善ということで 具体的にはね労働契約法とか、ね、パートタイム労働法3位労働者派遣法この辺のねここが改正とつながっていくところなんですね2つ目これはまあ同期ですこれはまあね長時間労働の、ね、抑制ということでこれはまあ直接的には同期になりますけどね3つ目がですね高齢者の就労支援と、ね、高齢者の就労促進ということになりますんでねこれは法律でいきますやっぱり高年齢者雇用安定法がね中心になりますんでね これも一じゃないですかえということでね今後特に労務管理の関係のお仕事をですね勤務であろうとね開業であろうと社労士としてねやっていきたいという方はねもうこの労一こそね一番柱になりますんでね勉強やりすぎてね結果的にね損にはならないね合格後も大いに役立つということでもうガンガンねあのやればいいんですよ。それでまあレックはねそこの辺をねもうすでにね実践しておりまして。 えまあ本格的なサポート体制ということでねもう黙っちゃいられないシーズンこれ何言ってんだというわけですこれはあの必ずしも同一に限らないんですけれども、まあ、主にね同、えー、一中心でい、ね、ろ、えー、んなですね、えー、最新情報、まあ、最初はねちょっと用語の基本的なところをやりますけれども、えー、その後はですね「も、えー、のも、ね、の」の、えー、最新情報ということで今ちょっとね、えー、そのレジュメといいますかテキストをね映しますけれどもこれがね この秋号のね次になんだけどね見てくださいよ2016年秋最新統計っていうんでいろんなね統計がつらつらつらとね書いてありますよね。そのあとね行政の動向っていうんでねいろいろありますしここでもう白書をねもうここで白書のね4連発がねこれで出てくるんですよね。もちろんこれはねそんなに一個一個白書をね称賛にやるとかねそういう趣旨ではないんですけれども。 そういうような形でもうねあの今からね,、えー、ねこんな直前期にね、えー、回しましょうなんてね、えー、ことはやらずにですねもう今からねこれがねでこれはあのもう黙っちゃいられないね、えー、シリーズと言ってますけどこれはレックのですね、えー、合格講座あるいはですね、えー、上級講座ですねのコースですね、えー、合格コースあるいは上級のコースあとまああの工藤先生のね あのスイングバイセミナーもそうですけどね、えー、そういったまあ基本のね、えー、コースをお申し込みいただいた方は無料でですね、えー、こういったですね老一を中心とするね、えー、まあ最新情報とかね、えー、その辺のところが勉強できるようになってるんですね。これトータルではね老一だけに限らないんですけど全体で合わせると20時間ありますからねもう相当ですね普通のね、えー、時間の別枠でやってますからねで相当これパワーアップできますよ。 え次にね、えー、まあ私がね、えー、毎週コツコツね,、えー、このまあね今年も三3年目になりますけどね一般常識メルマールがパンメールというんでね、えー、こういうねまあ,あね一般常識のまあ基本的な情報をね、えー、小出しにしてますんでね、えー、毎週ね一般常識で刺激を入れるということですねこれはまあレックのね、えー、上級あるいはですね合格講座をねコースですね、えー、そういったものを、ね、基本的なコースを申し込んだ方にはね自動でね、えー、つくと。 ようういよな形でね、えー、レックはやってますんでぜひこういうものをね、えー、利用してですね老一、えー、リスクをね、えー、削減するということで、えー、頑張っていただきたいんですね。はい、えー、ということで、えー、これね、えー、最後ままとめに参ります今も昔もですねなんだかんだ言っても基本が大切でやっぱりですね基本が残念なことにねできてない人が多いですね。 変に細かいことは知ってんだけどね当たり前のことをね、えー、知らない人が残念ながら少なからずいるということですね。でよく私前がねいろいろ人に聞かれたら言いますけれどもそのの制度の仕組みですよね例えば健康保険なら健康保険の仕組みをね全然ねそうの社同士の勉強してとかそういう人じゃない、ね、ご家族の方だとかね知、えー、人友人の方に分かりやすくね、えー その言葉でで説明できますかということですよねそういう本当に制度の基本骨格的な部分といいますかねそういうことがですね社堂士の受験生の方は残念ながらできてないんですよ方が多いのね。そういうういい勉強ししてないんでしょうねまずね、えー、幹、ね、からだんだん枝葉に分かれていく知識というものがですね,ね、えー、断片的にねパカパカあるんじゃないんですよ。 でもちろんね勉強の最初の段階ではねある程度断片的に知識を、ね、入れていくっていうのが必要なんですよ。ただある程度のところへ行きますとねそこもう少しですね冷静にねその科目の骨格はどうなっているのかということとあとはですね、まあ、これは以前からね皆さんもやられてると思うんだけれどもやっぱり横断的な理解ですよね。だから各科目の骨格科目ごとの体系的理解と、ね、今度は横のつながりそれをうまくですね融合させていく。 そういった意味の基本をねやっぱり固めていくということが必要だと思うんですねちなみにやはりですねあの今も昔も過去問がね重要だというのは絶対否定できないですよただしですねやはり一昔前とは違っていわゆる過去問のねそのまま焼き直し的な問題は確かに比重としては減ってます減ってますまああのまだ結構ありますけどね昔に比べればね過去問をね俺は何回も回したからねあの手の問題は 簡単に解けるよというよよとうな問題が減ってますよねでも過去問はねやはり勉強の素材としてはね非常に有益でありますんでね結局あれは過去問をどういう形で皆さんが、えーね、料理していくか勉強していくかということですからねだから闇雲に問題集の、ね、回数を誇る、ね、私は過去何年分の問題集をねもうこの1年で何回回したとかねそんなことはね自慢にならないんですね。どういった姿勢で 過去問ととと向き合うかというかいことなんでね過去問は素材としてはねやっぱり非常に有効有益なものですねでねそれをうまく使ってですね勉強していくということだと思いますんでねただ単に問題集を繰り返してねやればいいということではないんでねただやっぱり過去問をね蒸してはいけないと過去問を踏まえてねどんどん発展させていく。 過去問から横に広げていくだとかいろんな勉強の仕方ありますんでねそこを今後ですね皆さんも工夫していただきたいと思います、えー、そしてですね最後にはね先ほどまあちょっとね、えー、まあ、関連のことをお話し,しましたけれどもやはりですねこれ社同士っていうのは最新情報っていうものがねやっぱり非常に求められるんですよでね、私もまああの社同士の方を対象にね法改正の講義なんかもちょっとやらさせていただいたことありますけれども やはりものすすごくですねあの法改正の講義だとね多くの方がですね危機に、えー、来られるんですよね。えー、ということでね,、えー、そのね社労試験受かってる人もねそうやって一生懸命ね、えー、世の中に送れないように最新情報をね仕入れているまた、えー、企業その他のクライアントもですね社労使に最新情報をね求めているわけなんですよ。だからこそ社動試験において、ねえー、最新の 法改正だとか統計がね以前よりもねそういう世の中を流れを受けてよく出るようになってるんです。ということなんですね。ということなんですね。これをねまあ自分で収集する、ね、毎日のようにね私のようにね厚労省のホームページをね皆さんにね毎日のようにチェックしますよかねそんなことはねちょっとなかなか難しいと思いますので最新情報こそですね予備校特にねそこに定評のあるレックの方をですね活用していただいてこうはね貪欲に 積極的にですねアクセスしていくということでですね、まあ、来年のね試験の合格に向けてですね邁進していいいたただきたいと思います、はい、それでじゃあですね最後ちょっとご案内ということでですねレックではですね全国の各校でですね合格発表後の大相談会ということでですね、まあ、講師との、ね、個別の相談ですねこういったものをですね やっております今あの画面に映っておりますのがね東京地区ですけれども無論、えー、ですね、えー、関西とかですねそのほか全国の主要な学校ではですね、えー、やっておりますので是非ですね、えー、まあ個別にね相談するということはすごくですねあのためになると思いますので、えー、こういったですね大相談会の方ですね、えー、積極的にご活用をいただきたいと思います。それれれれとでですすねねここが最最後後のけれども、まあこれね、東京地区 あの限定でですね、えー、ありましてあの実はですねレックのね斜堂紙の、まあ、一番基本的なコースですね合格コースなんですけどね、まあ、これは、まあ、実際はねもうかなり生講義の方がですね、えー、進んじゃっているところが多いんですけれども、ねえー、これからですねできればやっぱり生講義をねできる限り聞きたいとね、えー、まあ済んだところはねウェブとか DVD でフォローできるんですけれどもね えどうしても生講義がいいよとおっしゃる方もまあ例年大勢おられますのでそういった方のご要望にですねお答えするということで「追いつき生クラス」ということでですねこれまあちょっと私がやるんですけれどもねえまあ実際ですね11月のね25日の金曜日からですねえその後ねえ約4週間ですかねあの土日はね飛びます平日の夜ですね。 ですからなかなかね毎日全部出るのはね難しいかもわかりませんけれども、ね、生講義でね新宿の L タワーに行けばね7時から9時半まではね私がですね平日はいましてねこの日程に沿ってですね講義、まあ、下にねその日程の方はねこれ載ってますんでねやるとこういう、ね、予定になっておりますまたですねこのまあ説明会ですよね 11月23日祝日の15時からですね新宿エルターの方で説明会もありますのでぜひですねちょっとねこれからですねネックでね生講義を受けたいという方はですねご検討いただければと思いますそれではですねこれをもちましてですね本日のね、第48回社会保険労務試験合格発表を受けて の講義の方を終わりとさせていただきます皆さんこれからも頑張ってくださいお疲れ様でした